もうこうやって慣れてるからこれで変わるでしょ。これでないと。何を言ってるの。お疲れ様でした。ごきげんよう、小島でございます。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。今日は9月の10日です。10日ですね。僕の6回コース、アライナー矯正6回コースの6期の先生の第3日目ですね、が今終わりまして、ちょっとこう今日お手伝いしていただいたね先生方とちょっと振り返りを今しているという感じですね。はい、いかがでしたか。今日も皆さん楽しく、はい、はい、していて、はい、あのアタッチメントの動画とか、その初期先生が実際にどうされてるかっていうのを動画で皆さん見ていただいて、すごい驚かれてて、まあ、それはスピードもだったりとかクオリティもそうなんですけど、ぜひぜひあの真似していただく、何ですかね、あの実践の動画を見ていただければいいなと思いました。ありがとうございます。あの見るとこうね、目標ができるっていうかね、はい、実際見ると聞くだけだとやはり違うので、あの拡大したパターンも、全体遠くで撮った先生が実写されてるのを見ていただいて、すごいイメージもつきやすかったんです。僕もあのドイツのシュープ先生のところに行って、シュープ先生のこの標準というねアプローチを見て、あ、これじゃないといけないんだなと。だ今うちの病院とドイツのシューブ先生の病院でこんだけ差がある、ここを埋めていこうっていうふうになったんで、やっぱりこの目標となるものが見つかると成長が早いと思うんですね。で目標となるものが分からなくて、どういうふうにやっていいか分からないと、やっぱりその成長のスピードが非常に遅いと思うんですね。自己流っていうのが一番遅いし、あと今日先生たちのね、そのクリニックの例えばそのスキャニングのスピードが20分とか、はい、30分、はい、なのでそれが遅いっていうことを、その病院の中でそのみんなが統一しないといけないわけですね。でそういう時にやっぱりこう外部要因が一番こう変わるきっかけなんじゃないかなと思うんで、そういうきっかけにしてくださるというね。他はありますか。はい、来ていただくと、まあ、今日も他の BSD の動画も見ていただいて、実際たくさんいろいろ動画も見れるので、それが本当イメージがつきやすいですし、本当に驚かれてて、その感動が伝わってので、はい、あの BSD のオンラインの、はい、オンライン先生も本当に、あのパーって本当に集中されて見てるのがあったので、すごい。DSD のね、DSD の、でもう本当に最初だけじゃない、あの治療中もだし治療後もこういう風に、あのラミネートじゃないですけど最終的なところも見れる、あの計画もできるので最初だけじゃないよっていうのもお伝えできたし、今度10月にも3日間のコースがあるので、そっちの方でも詳しくよりは近くで実際に聞けるので、そちらもおすすめだなと思います。10月の15、16、17日に、クリスチャン・コーチマンと我々がやる DSD の3日間コースがあるんでね、はい、ぜひそちらの方もね、引き続き、はい、もっとよりも、はい、面白いですよ、ぜひそちらの方も、はい、他はありますか。そうですね、最新のトピックも今回含めて、その本だけじゃなくて、あのお話いただいてたかと思うんですが、今日の、うん、最新のトピックス何があったっけ。論文、はいはいはい、先生が出てる、ありがとうございます、はい、先生が出てる論文ね、はい、それも含めて、今年の7月でしたね、はい、うん、バリ先生と、はい、出したのも論文出まくってますね、ありがとうございます。でそれ でご説明もしていただいて、最新の論文とかも、トピックスも、まあ、YouTube だけではなくて実際に先生から聞くこともできて、それも参考になって、はい、ありますな、はい、それも、はい、そうね、あのね、はい、論文ってすごく何が重要かっていうと、僕ができましたっていうその症例を皆さんにお見せするじゃないですか、はい、ね、でそれはまあそれでまあいいんですけど、論文になってる症例ってどういうことかっていうと、まあ、いろんな査読する先生が見て
これは本当にそうなのかとか、これは検証の余地があるとか、あとこれをね、そういうふうに可能にするための参考文献を見せなさいとか、まあ、いろんなとそのハードルをクリアして、それでようやく論文として出るわけですね。でさらにその論文のそのグレードもいっぱいこうあるんですよ。本当に今日本の、まあ、そのね、出してる、まあ、うちの母校でいうと昭和史学会の論文もありますし、あとはまあ東京のものもあるし日本のもあるんですけど、今回の論文はね、その世界的な、論文で、ジャーナルオブクリニカルオルソドンティクといって、まあ、最も矯正の分野では、まあ、新しい治療だったり臨床的な内容の、論文、 JCO という論文なんで、まあ、そこに出てるということはそれがもう確立されているものですよ、もしくはこれを参考にぜひ真似してくださいっていう、そういうお墨付きのアプローチってことなんで、まあ、ちょっとこうより安心して参考にしていただけたらいいかなという感じですよね。あと毎回、はい、今ロッキーなので6回目になるんですが、はい、毎回この時にお話するアプライトフックがすごい、もう毎回盛り上がって、皆さん実際にちょっと、実際に、うん、力のかかり方をジェスチャーというかね、はい、体験じゃないですけど、あ、なんて言ったらいいのかな、3チャンネルの、やってみよう、Eテレのやってみようやってみようみたいなので、実際にカマキリ先生みたいな感じ、はい、ね、で試していただくので、それで皆さん、あ、ここにかかるんだっていうのが分かって、うん、今日もね、すごく頑張ってお手伝いしていただいて、はい、大体僕大球師、全師、小球師役でね、はい、アンカレッジ対アンカレッジ、あとエラスティック、はい、あれももうちょっとこういい紐を用意しといた方がいいのかな。そうです ね、毎回外すと、うん、紐を用意しといた方がいいかもしれないね、エラスティックをね、はい、次、うん、あ、それはいい勉強になりますね、はい、思いました。なのでそこは本当に盛り上がるだろうなと思ってたら、あの質問もそこになってたくさんいただいたので、アプライトフック、はい、まあ、そういうトピックいろいろ、まあ、それだけではないんですけど、うん、含めてまたさらに9月に先生のマインドコースで、あ、そうですね、はい、お話がもうちょっとやんない、来週、再来週、2週間後、ね、2週間後に、はい、ワンデーセミナーやりますので、最新のトピックですね、 3D プリンターとか、まあ、いろんなそのリカバリーどうするのかとか、診断のものも含めて、はい、一番新しいのをお見せしますので、ぜひそちらの方もお越しいただければと思います。うん、ここは、はい、終わりですね。はい、はい。先生はどうですか。はい、今日も1日コース受けさせていただいて、本当にもういろいろな種類の幅広いジャンルからお話聞かせていただきました。で、例えば、アシスタントチェアとか、よく使われている先生とかもいらっしゃっていらっしゃらなかったりすると思うんですけど、ちょっと噛みまくっちゃってるけど大丈夫ですか。はい、アシスタントチェアどうやってやったのかって言われちゃってますけど、はい、もう一回ちょっと気を取り直していきましょうか。はい、アシスタントチェア頑張れ。え、噛む人噛みません。噛みません。はい、じゃあちょっともう一回ね、多分ここカットになると思うんで、はい、カットしてその続き言ってみましょうか。はい、ね、はいはい、アシスタントチェアなど そのクリニックの環境整備や、またドクターとスタッフさんとのどう連携していくかとか、あとまた治療のことはもちろん、アプライトフック、先ほど先生がおっしゃられたこととか、アタッチメントのどういうふうに手順を作っていくか、そのスピード感とか物事の本質をからクリーンチェックだけじゃなくて、そういう本質的なところをすごく1日でも6日間あるうちのこの1日でもすごく勉強させていただきました。ありがとうございます。考え噛まなかったね、はい、普段噛む人、噛まない人、はい、やっぱちょっとトレーニングが必要なんですかね、はい、他はありましたか。なんか、はい、トピックの一つにコパというものがあったんですけれど、うん、こちらを使うことによって、うん、ディープバイトの症例だったりとかが、幅広くその治療の幅がすごい広がるということをすごい勉強させていただきました。あ、
なるほど。他はありますか？あとはコパを使っている、そう、コパっていうのはクラニオマンディブラオルソペディックポジショナルアプライアンスの頭文字でコパって呼んでるんですね。でシューフ先生、僕の師匠のシューフ先生のやっぱりもう大技というかですね、必殺技に近いような治療方法で、僕も初めてそれを見た時に、うわ、こういうアプローチあるんだと思って、まあ、インビゼラインの治療のレンジが広がるんですね。でそれをその僕も本当に2年ぐらいかけてドイツに、そのセミナーにも行ってましたから、それだけのセミナーにね。なので今回の6回コースの6期の先生の第3回目ではですね、そのコパの話は本当は今回じゃないんですよね。本当は次回、次回の第4回目第5回目の時にそのお話するんですけど、今日ちょっとその話が出てね、質問もあったりご質問にね、はい、それについて僕が実際にそのご質問症例について先生のセファロからこう分析するのをここで作ったりとか、はい、ああいうのをちょっとした時にコパの話、なかなかない、なかなかない特別授業なかなかない。ああいうの見てどうでした？本当に一人一人の先生方にフォーカスして治療方法を一緒に考えていくっていう、そういうスタイルがすごくこのコースの特徴だと思います。そんなにしちゃっていいのかな、はい、丸出し、うん、丸出し、もろ出し、本当に全部出し。さっきの方のその先生のご質問ね、僕がそのセファロで分析してプランニングした、ああいうのどう思う？僕も見てて、ザッパラに、はい、本当に分かりやすいです。はい、セファロのトレースするときにああいうの考えるんだよ。はい、この四軸をこう書いてるときに、この四軸をそのまんま回転させたときに歯根から骨出ちゃうかな、出ないようにするならどうしたらいいのかなっていうのをこう見ながらこうトレースするね。でセファロの話しちゃうとそれだけでも2日3日できちゃうんですよ。なのでセファロの話をしちゃうと、せっかく6回コースに、アライナー教授が6回コースに来ていただいているのにもかかわらず、セファロの話でこうごまかせちゃうっていうかね、アライナーならではの話ができなくなっちゃうんで、あえて省いてるんですけど、でもセファロのトレースってやっぱりベーシックっていう基本で、それができてるとその頭蓋骨、前頭骨、尾骨で軟組織のお花で歯、上顎の歯、歯根、歯槽骨、下顎の前歯、歯槽骨、下顎骨体、関節っていって、で今度内臼歯で最後中の眼科とか、そういうところにこう攻めていくときに、こうプランニングをこうイメージしながら作っていくね。でその数値を出して初めてこう、あ、こうなんだじゃなくて、もうトレーシングしてる時からこうイメージするっていうか。でもそれも菅原淳二先生の CDS 分析っていうね、視覚的にその大きさがどうなのかっていうところを菅原先生から教えていただいて、僕もそういうふうに見るようになったんですよ。だから数値じゃなくて、その形だったり大きさだったり、その標準に対してどういう位置づけなのかなっていうのを見るようにしてるんですけど、セファロは大事ですね。セファロはね、うん、他はありますか？はい、あとはそうですね、実際に、もう言ってみましょう。はい、ルート割と、まあ、そんな感じですかね。はい、まあ毎回ね、同じ内容にしたいと思ってるんですよ本当は。その6回コース、今日は6期の方なんで、1期2期3期4期5期6期の方なんですけど、ちょっと違くない？まあ毎回ちょっと違っちゃうんですよね、うん、でもそうするとなんかこうばらつきが出ちゃうんで良くないなと思うんですけど、参加される、大元は変わってない、大元は変わってない、大元は変わってない、本筋ずれちゃってない、大脱線、ご質問チンボーツやってません、チンボーツはやってないです、はい、あ、チンボーツやったチンボーツやったチンボーツ知らないでしょ？知ってます。これは酒井さんが考えた、そうです、生放送でやってた、そう、ね、みんな見てますね、うん、チンボーツね、チンボーツ楽しみです。
そうなんだよ。だから脱線しちゃったりとか内容が変わっちゃうとね、やっぱり良くないんで、その基本そのシュープ先生の本とそのスライドの方でこうやっていくんですけど、ちょっとこうね、ご質問によってちょっと変わっちゃったりするのがあるんで、それに合わせて先生が一人一人答えてくださるので、それで多少の脱線はありますけど、大筋はパッと脱線しとるなみたいなまあでもそれがあるからみんな理解され、皆さん理解されて、うん、ありがとうございます生かしますって結構変わってかれてる先生だと思います。あ、本当ですか。それは嬉しいですね。まあ、基本ね、その6回コースに出てくださってる先生はもうそのまんま僕と同じようにやってくださいと、はい、ね、その公式丸パクリツアーというそういう感じでやっていただきたいんで、はい、なんかなんちゃって真似じゃなくてもここに来ていただいてるんで、もう堂々ともう小島のやり方をそのままやるんだという感じでまず1年ね、その過ごしていただいて、で僕が今までその悩んできたこととかを飛び越えて次のステージから進めていただくといい治療がいっぱいできるんじゃないかなと思ってます。今日はね、手伝いいただいてありがとうございます。板感があるかも。行ったみたいな。行ってやった。もう3つ終わったみたいな。もう追加ありませんか。はい。大丈夫ですか。はい。板感ありますか。はい。お疲れ様でした。満足。6期の先生、次回お会いするのは10月なんだよね。はい、終わりの最後です。最後の方、それまでの間にこうね、今日の生かしていただいて次回お会いできる時を楽しみにしています。はい、それでは皆様ごきげんよう。ごきげんよう。またね。歯ブラシが一番つけるだけなら簡単だろう。